はい、今回ですね、このレッドスプールのシリーズに仲間入りしました。このレッドスプールパトレーター、これはですね、今までのね、このレッドスプール、これはフロロカーボンなんですけど、こちらはパトレーターの方はナイロンなんです。で、実際じゃあナイロンってどういう釣りに使うのか、ね、で今回まあ主に僕が春の琵琶湖で、使ってるタックルずらっと、並べてみたんですけど、例えばダウズビド、これはですね、僕は、フロロカーボン、ね、レッドスプールのこれですね、レッドスプール、今巻いてるのが10ポンドです。10ポンド、でやってます。なんでかっていうとですね、まあ、ピタッと止めたい、ルアーをこうサスペンドさせたいっていう時にナイロン、まあ、浮力というか、こちらが沈みやすいんですね。だから水に馴染みやすいのが、通常のフロロカーボンなので、その水に馴染んだ状態でこう止めたいなという感じで、これはレッドスプールを使ってます。で、同じ理由で、アンモ、そして TN、ガンタレル、この辺も全てこのレッドスプールを僕は使ってます。で、じゃあナイロンはいつ使うんだ。クランク、これシャロークランク出番あるかなと思って、アスカ60に、コンクエストを合わせて、で、これにはですね、パトレーターの16ポンドもしくは14ポンドを巻いてます。結構ね、近距離で、魚のこうバイトがあった時に、まあ、これ比較的濁ったエリアで使おうと思ってるんですけど、こう、まあ、浅いバイトであっても伸縮性ですよね、糸自体に、伸びがあるおかげで、バレにくかったりだとか、そのショートバイトを、まあ、乗せることができると。であとね、琵琶湖で僕がトップナイロンを使うシチュエーションってさ、トップウォーター、ポッパーであるとか、ね、ビンクシーみたいなああいうポッパー、これ6月7月はね結構武器になってくると思うんですけど、さらにバズベイト、あとは、ペンシルにしても、ポンパドールみたいなああいう水面ガチャガチャ系ですよね、そんなのにも、使います。で、先ほど、まあ、軽くスルーしたこのアンモちゃんの釣りなんですけど、実はおかっぱり、もしくは真冬みたいに、真冬ってね本当に浅いところを引くスイミングジグの釣りがあって、まあ、おかっぱりだったらね、岸から引くんで比較的浅いところを釣ってくる、まあ、そんな時に今春の、この4月後半の琵琶湖ではフロロを使ってボトムを釣ってくるっていうのが主流になってますけど、おかっぱりのシチュエーション、もしくは、冬みたいに浅いところを引いてくるスイミングジグの釣りにはナイロンをあえて使って、あまりルアーを沈めないようにして、リトリーブしてくると。そうすると、ラインがこうずっとこう浮いた角度でちょうどこうラインの浮力がヘッドのウエイトにこう釣り合ってるような状態で、こう沈みすぎないで、ウィードも拾いすぎないで、根掛かりもさせづらいみたいなメリットがいっぱい出てくるんで、そういったシチュエーションにはナイロンを使ってます。あとですね、まあセーラミノーの釣り、まああのリーダーにもフロロで沈めるのかナイロンで浮かせるのかみたいな、そのレンジを刻むのに使ってたり、あと、まあ、ガンタレルも巻けばゆっくり沈むんですけど、その沈み幅をあえて太めの、ナイロンを巻くことによってあまり沈めない、まあ、そういった使い方もできるんで、どちらかというと単純にそのナイロンとしての、伸びであるとかしなやかさであるとか、まあ、そういうメリットよりもレンジを刻むためにフロロとナイロンを使い分ける、まあ、そんなような使い方を僕はしてます。